こんにちは、神崎です。最近またうちでもね、ちょこちょこ出てくるのがこの入れ歯。ピンと入ってるね。この入れ歯ね。おう。はい。で、この入れ歯、うちではね、うちの技工士さんに作ってもらってるんだけども、この入れ歯、こう柔らかいやつ。ヨン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 と。で、これはね、地元の技工士さんと共同でね、開発したやつなんだけども、こっち、よいしょ。これはね、三和デンタルさんっていう日本でもね、大きい会社なんだけど、技工商団だけど、そこが作ってる入れ歯です。で、何が違うかって、使ってる材料のメーカーが違うだけです。はっきり言えば。で、あと、作ってる技工さんが違うっていうだけ。で、こっちのね、三和デンタルさんはやっぱね、老舗だから古いんで、やっぱ大きいとこだから、ちょっと高かったから、金額がね、やっぱり皆さんにご負担かかるからっていうことで、地元の技工さんとも一緒にね、頑張って作ってやってます。で、これがね、こう柔らかいから、ね、で、しかも歯を入れるとき、ここのね、模型だけども、こうやって入れてもね、簡単にはね、こう入ってないんですよね。浮いてます、こうやって。こうやって。だけどこれをね、よっこらせ、ギュッと押し込んでもらったら、ピタッと入って、落ちない。こういう状態になります。で、このね、入れ歯自体は壊れません。ナイロン系の材料使ってますから、簡単には壊れないです。はっきり言って。っていうのが、これだけ柔らかいから、よいしょ。これだけ柔らかいから、だからこの、たわんでも元に戻る。だからね、4、5年持ってる人も結構います。実際の話。頑張って使ってもらったら結構長持ちします。ただね、問題が壊れないから、修理が効かないっていうのもあって、そこだけが欠点です。修理効きません。壊れないけど。だからね、歯を大事にします。しょっちゅう話になってきます。なまあ、壊れない自然美技師っていうのはね、最近皆さんは、これがいいって言われる方も、最近またね、ちょっとね、増えてきてるんで、よかったらこういうのもいいかなと思います。で、見た目も綺麗だからね、これね、ノンクラスプはね。で、全部プラスチックで作りますんで、フィット感も結構いいです。だからフィット感もいいし、見た目も綺麗だから、まあおすすめします。ただ、入れ歯ですから、ただの。留め金がプラスチックっていうだけですから、これただの入れ歯です。ですから調整はいりますんでね、そこは分かっとってください。うん。落っことして。それじゃあまた。